千代子さんが自分のことしるこさんって呼ぶようにしたのは、まあ理由があってだからね。しるこさんは、まあしるこさんって自分で呼べば、まあしるこさんっていう名前をね、覚えてもらえるっていうのと、しるこさんって呼んでるんだから、しるこさんの呼び方はしるこさんになるじゃん。なんで、そうすると、それ以外の呼び方ってなかなかなくなるんで、まあ、トレンドに入る時とかも、しるこさんで統一される。だから分かりやすく言うと、うちの、カルテットさんなんかは、カルテットさんとかさ、カルテットとか、ね、カルテッチとかさ、いろいろ名前がブレちゃうじゃん。うん。で、ブレちゃうと、なかなかね、統一もされないからねっていう。どれで呼んだらいいんだろうみたいになるし。あとは、その、しるこさんこっちの配信とかで、他のメンバーとかといるときに、しるこさんって自分で言ってた方が、あ、この人はしるこさんなんだって。この声の人はしるこさんなんだって覚えてもらいやすいかなっていう。初見の人なんかは、わかんないじゃん。名前。毎回名前を呼んで、例えばアマンガスとかすごくそうなんだけど、ね、誰が誰の声なのかわかんないみたいな、うん。でも名前を名乗ってる、毎回名前、自分の名前言ってる人がいたら、あ、その人の声と名前だけがわかるみたいになるじゃん。なので、なるべく、しるこさんって、自分で言うようにしている。